こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。私のレベルが上がったぞ。新たなスキルを覚えたんだ。そうなの？4人に分身する魔法だ。ソロでもパーティーを組めるぞ。そんな魔法を覚えたの？すごいわね。しかし、一人一人の能力が4分の1になってしまうというデメリットもある。どっかで聞いたような技ね。それ多分、負けフラグを立てる技よ。そうかな。8つの目からは逃れられんと思うんだがな。完全に負けフラグよ。今日はナトーのマシンガンについて解説していきます。マシンガンか。ナトーで使用されているマシンガンの口径には、5.56mm、7.62mm、12.7mm の3種類があります。今回はその中でも、7.62mm の FN マグについて解説していきます。マグってなんだ？マグナムのことか？マグナムとは全然関係ありません。マグはなんか難しいフランス語を略したものです。難しすぎる。米軍では M240 という名前で使われています。FN マグは戦後に完成したマシンガンでとても成功しています。1950年代に完成したものですが、現在でもバージョンアップしながら主力武器として使われ続けているのです。70年くらい使われているってことか？かなり長いな。マグは80カ国以上で採用されており、第一線で活躍し続けているマシンガンです。7.62mm のマシンガンでは、マグを超えるものはないと言っても過言ではないかもしれません。そんなに高性能なマシンガンなの？高い軍事力を持つ主要国が、マグを主力で使い続けているというのが、その証拠です。NATO では、標準的な装備となっていますね。そうだったのか。かなり優秀なマシンガンのようだ。順番に説明していきましょう。まずは、マシンガンについて簡単に説明していきます。フルオートで連射しまくる武器だろ？それはそうなんですが、細かく見ていくといろいろあるんです。まず、NATO で使われているマシンガンですが、主に3つのものが使われています。FN ミニミ、FN マグ、M2 ブローニングの3つです。多くの NATO 国はこれらを使っています。3つしかないのか？ドイツのマシンガンもあります。FN のライバルとなるのが、ドイツの MG3 や MG4、MG5 などです。でも、ドイツ製よりも FN 製の方が圧倒的に普及しているので、ミニミ、マグ、M2 を使っている国が多いです。マシンガンは FN の独壇場っぽいな。各国が3種類のマシンガンを準備するのは、それぞれ使用弾薬が異なるからです。ミニミは 5.56mm、マグは 7.62mm、M2 は 12.7mm 口径のマシンガンです。戦闘に合わせて、5.56、7.62、12.7 を使い分ける必要があるのです。なるほど。発射する弾に合わせて3種類が必要ってことなんだ。そうです。口径が大きくなるほど、射程へ攻撃力が上がりますが、銃本体が重くなり、コストもかかります。3つを上手に使い分けて戦う必要がありますが、特に 5.56mm のマシンガンは扱いに注意が必要です。5.56 は火力と射程が低いので、長距離での戦闘になれば、ほとんど役に立ちません。5.56 は軽くて使いやすいのですが、短い距離でしか使えないという、致命的な弱点を抱えています。攻撃が届かなければどうにもできんな。その点、7.62mm は安心です。ちょっと重いですが、火力が高いので、近距離から遠距離までカバーできます。大は小を兼ねるってことか。7.62mm が汎用マシンガンと呼ばれるゆえんですね。あらゆる戦闘で活躍できるのが 7.62mm の特徴です。なるほどね。マシンガンは支援火器ですので、基本的には前進する味方の歩兵を後ろから制圧射撃で援護するのが目的です。敵を牽制して足止めしたり、体を晒した敵の集団を一掃する役割を持っています。異世界で言うと、光栄の魔法職みたいなものですね。マシンガンは火力担当か。そうね。マシンガンは装弾数が豊富なので、火力の計測時間が長く、重くて安定しているので、フルオートで連射しても狙いやすい。味方陣営に圧倒的な火力を提供することができます。反面、装備が重くて取り回しが悪く、移動が遅いという欠点があります。火力の要となる存在なので、真っ先に敵の標的になるリスクもあります。とりあえずマシンガンを排除しないと、自由に動き回れんか。マシンガンは、重ければ重いほど火力が高まるわけですが、機動力は比例して落ちていきます。火力と機動力のバランスの最適解を追求することが、マシンガンの永遠の課題であると思いますが、現状、FN マグは、その最適解を出した、一つの完成形であると言えます。
おう、マグはかなり完成されたマシンガンというわけか。だからみんなが使っているんだ。マグが最初に完成した時、みんながマグに飛びついたわけではありません。いろいろ使ってみたけど、やっぱマグが一番いいわってなって広まった武器ですね。ほう、そういうことか。難しいことをいろいろと言えましたが、つまりマグはバランス良好で最高ってことです。とにかく強いってことだな。FN マグが完成し、生産が始まったのが1958年のことです。1950年代、NATO で 7.62 ミリを使うぞって決めてから開発が始まりました。ファルと並行して製作が進みます。ファルは 7.62 ミリだから、ファルとマグで同じ弾薬を使い回すってことだな。そうね。7.62 ミリをライフルにしたのがファル、マシンガンにしたのがマグです。マグってどういう意味なん？ミトライユーズドーダコーダみたいなフランス語を略したものです。ドーダコーダ。だからドーダコーダ言うわけではないんですがね。マグを日本語に訳すと、汎用機関銃という意味になります。FN マグは、ジェネラルパーパスマシンガンですね。略して GPMG です。なんだそれは？いろいろ便利に使い回せるマシンガンのことです。歩兵用、車両用、航空機用、小型船舶用など、あらゆる場面で活躍できる性能を持ったマシンガンです。GPMG は、ドイツがワールドウォー2で使用していた MG34 や MG42 が元祖になります。なら、FN マグはドイツの武器から発展したってことなの？そうね。現代の 7.62 ミリマシンガンは、ドイツの MG42 を参考にしているものが多いです。MG42 は、高い連射力と汎用性を持ち、歩兵からバイク、車両、ボート、航空機まで、あらゆる戦闘で使い回すことができました。一種類のマシンガンをあちこちで流用できれば楽ですよね。そういうことか。ドイツ軍の戦車には、重心交換がやりやすい MG34 を搭載していましたが、それ以外はほとんど MG42 を使い回していました。ワールドウォー2の戦後、優れた性能を持つ MG42 は、FN だけでなく、世界各国でお手本となったのです。ドイツの科学力すごすぎるな。FN マグを作ったのは、エルネスト・ベルビエという人です。ベルビエは MG42 とアメリカの BAR を合体させたようなマシンガンを作ることを目指しました。BAR も参考にしたのか？ BAR はシンプルな動作で信頼性が高く、頑丈で優れた武器です。マガジンの装弾数が20発しかなく、持続火力が低いのが欠点ですね。20発なんて、マシンガンとして機能するのだろうか。ワールドウォー2時代なら通用しましたが、戦後の戦いで使うには装弾数が少ないです。ベルビエは、BAR に MG42 が持っている汎用性を足したようなマシンガンを作ります。それが FN マグですね。そういうことか。後で詳しく構造を見ていきますが、実際、マグの構造はほとんど BAR です。マジでか？ BAR ってブローニングの作った武器だろ？結局ブロなのかよ。ほとんどブロですね。マグは BAR では使えなかったベルト弾倉が使えるので、戦闘継続時間が大幅に上がっています。1958年に完成後、すぐにベルギー軍の装備に決定しました。しかし、他の国ではマグが導入されるまでに少し時間がかかります。吟味に時間がかかったのか。ワールドウォー2のマシンガンの余剰品もありましたし、独自にマシンガンを開発する国もありました。アメリカは M60 という新型を作って使っていましたし、イギリスはブレンガンを 7.62 ミリに改造して使っていました。日本は6人式機関銃という武器を開発しました。おう、日本も独自のマシンガンを開発していたのか。やるじゃないか。国産武器を作ったのはいいんですが、6人式は全然ダメなやつです。言うこと機関銃というあだ名がついています。ひどいあだ名をつけたものだ。結局、マグの性能が段違いで良かったので、みんなマグを使い始めました。ドイツの MG42 だけがそのまま生き残り続け、現在でも使われています。ドイツの MG42 って、今でも使われてんの？口径を 7.62 ミリに改造した MG3 というものは今でも使われ続けています。ここ最近は MG5 という新型が出て、MG3 と入れ替える動きもありますね。マグの性能を見ていきましょう。この 3D モデルは米軍の M240 ですが、米軍では FN マグを M240 という名前で採用しています。米軍の正式名称か。マグの使用弾薬は 7.62 ミリ NATO ですね。重さは11キロくらいあります。結構重いですよね。めっちゃ重いやん。やはり 7.62 ミリをフルオートで使う時の反動を制御するには、このくらいの重さが必要ということでしょう。
MG42 も同じくらいの重さです。なるほど、7.62mm はパワーが違いすぎるようだ。ライフルのサイズで 7.62 をフルオート制御しようという考えに無理があるようだな。難しいと思います。マグは本体だけで10キロを超えるため、弾倉や貝の中心まで入れるともっと重くなります。基本は2人で運用しますね。ふむふむ。しかし、数百発の弾倉や三脚を使う場合は、3人に増えます。三脚はかなり重いので、弾倉や中心を入れれば、軽く30キロは超えると思います。30キロはかなりの重さだな。重いですが、三脚があるのとないのとでは、射撃の精度が全く異なってきます。マグの有効射程は使うスコープにもよりますが、2脚で最大800から1000メートルくらい。三脚があれば、1500から1800メートルくらいでも、ある程度有効な射撃が可能となります。そんなに強力なのか。三脚は安定感が高いですからね。ただし機動力はかなり落ちるので、敵の接近まで余裕のある長距離での使用に限ります。なるほど。現在、歩兵の主力武器である 5.56mm のアサルトライフルの射程は、せいぜい 500m ほどが限界です。なので、マグはアサルトライフル兵を射程外から制圧できる性能を持っているわけですね。おう、アウトレンジアタックが可能なんだね。マグは MG42 を参考にしていますが、MG42 ほどの連射力はありません。最大でも毎分1000発くらいです。ガスの量を調節することができるので、調整次第で発射速度を高めることができます。ふむふむ、そういうことか。マグで最も高く評価されているのが信頼性ですね。銃やアクションが原因で故障することは稀です。動作停止のほとんどは弾薬側、ベルトの不良などが主な原因です。頑丈で壊れないのはいいな。ただし、重心の発熱にだけは注意しなければなりません。毎分40発程度の連射なら10分くらい持ちますが、毎分200発ほどで撃つと2分くらいで重心交換タイムになります。爆熱ではないか？マシンガンはそういう武器です。こちらの写真を見るとわかりますが、重心が真っ赤っかです。こんなんなるのかよ。やべえな。ただ、マグの重心交換はとても簡単なので、熟練者なら数秒で交換できます。おう、めっちゃ簡単だ。マグのアクションを見ていきます。BAR とほとんど同じようなアクションですね。上がマグで下が BAR か。ボルトの構造とかよく似ているな。そっくりですね。マグは、リンクベルトを使用可能にするため、上から装填できるようになっています。下から装填していた BAR のボルトを、逆さまにひっくり返したような構造になっているのです。なるほど。BAR とマグの違いは、上からか下からかの違いか。放熱効率を高めるため、オープンボルトで設計されている点も、BAR と同じですね。構造は BAR とあんま変わらんってことか。そう考えると、マグってワールドウォー2のマシンガンから言うほど進化してないように見えるな。それは言えるかもしれないわね。ワールドウォー2の戦後、ライフルやピストル、サブマシンガンの構造はかなり進化を遂げることになりますが、確かにマシンガンの構造はそこまで進化してないように思えます。マシンガンの性能はワールドウォー2時代でカンスト状態にあったということか。部品の製造技術や素材などが進化しているので、ワールドウォー2でカンストとまでは言えないと思いますが、M2 ブローニングや MG42 が今でも現役で使用されていることを考えると、マシンガンの構造はある程度成熟しているのかもしれません。ふーむ、なるほど。マシンガンは進化させる必要がなかったのかな？マシンガンはちゃんと動けば十分に役割を果たせるのかと思います。ライフルやサブマシンガンほど短いことや軽いことにこだわる必要もないと思いますし、軽くなると安定性が落ちて命中性能も落ちてしまうので、マシンガンとしての本来の役割を全うできなくなります。重いことにもメリットがあるから、安易に軽くすることは性能を落とすことになるんだな。マシンガンはとりあえず連射できて、それなりに命中性能が高ければ十分って感じか。そんな感じがします。現状、マシンガンの開発は、劇的な仕組みやアクションの発明よりも、火力と重量の折り合いというか、着地点をどこにするかというバランス取りを模索していく感じがしますね。あとは、頑丈でちゃんと撃てるものであればいいのかと。FN マグは、そういう意味で最も折り合いが良いというか、最高のバランスというわけです。なるほど。GPMG、汎用マシンガンとしても、7.62mm の FN マグは、都合がいいです。汎用マシンガンとして、あらゆる場面で活躍させるには、それなりの射程と火力が必要です。1960年代後半になって、新たに 5.56mm が登場すると、
重い 7.62mm のマシンガンよりも、軽くて使いやすい 5.56mm のマシンガンをメインで使った方がいいじゃんという考えも出てきます。7.62mm のマシンガンをやめて 5.56mm に統一だと、それはかなり火力が落ちるのではないのか？そうね。5.56mm のマシンガンでは、射程 600m くらいが限界で、貫通力もありません。600m の射程しかないようなマシンガンでは、汎用的な活躍を期待することはできませんね。それ以上の距離になれば火力を発揮できんな。いろいろ便利に使い回すためには、7.62mm の射程と火力が必要ってわけか。そういうことね。ベトナム戦争でアサルトライフルが台頭して以降、7.62mm よりも 5.56mm に重きを置くような戦闘メソッドが流行します。しかし、実戦の中で 5.56mm の遠距離での火力不足が露呈してきました。600m 以上の交戦距離では、やっぱり 7.62mm のパンチ力が必要だということが明らかとなったのです。これによって、マグの需要はますます高まり、21世紀に突入してなお、最高のマシンガンとして称賛を浴びています。1950年代に開発されたマシンガンが、現代でも最高とはな。堂々巡りしながら、結局 7.62mm のマグに行き着くというわけか。武器屋のお姉さん。マグは60年以上前に完成した武器ですが、時代に合わせてアップデートされています。細かい改良点までは把握していませんが、なるべく威力と精度を落とさずに、限界まで軽量化することを追求しています。やはりバランス取りの追求なのか。そのようです。アメリカ軍が2010年に採用した M240L というバージョンのマグは非常にバランスがいいらしく、かなりの高評価を得ています。米陸軍が毎年行っているすごい装備品コンテスト2010で FN マグが選ばれました。今もなお成長を続けている武器なんだね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。異世界食レポチャンネルもよろしくね。